こんばんは、シンガーソングライターのお月様といいます。先ほどの熱量とは打って変わって、これぐらいのローなテンションでいきますので、皆さん楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。それではオリジナル曲1曲目お届けします。ひまわり。静かな公園で名前の知らない花を見た。次この間まで夢を追い、上を向いて叶えていた。何でも謝るから、ついに自分を許せなくなって、下げてたのは頭じゃなく自分の価値だと怖くなった。やり残した、目をつぶった、また進化に任せ、嘘になった、もう今全部未来になる。ありがとうございます。見慣れた街の景色でさえも居場所を失う花を見た。月子の間まで汗を拭いて、上だけ見たい、ひまわり見たい。自分を満たせなくなって揺れてたのは自分じゃなく本当の心だと思い知った。取り乱した、焦り出した、また下へ繋ごう。嫌になった、あれもこれも失ってしまって、シンガーソングライターの大月さらといいます。オリジナル曲なのにね、歌詞誰が覚えてんねんと、僕しか覚えてないんだろうね、申し訳ないです。よろしくお願いいたします。ゆうりちゃん誕生日おめでとうございます。ゆうりちゃん誕生日おめでとう。明日やけど誕生日おめでとう。くらまり続けた念を張って、何もできない自分を気だった、あの声が聞こえたんだ。開いた奇跡なんだ、もう忘れられていた。酔い止めた心にスポーツ咲いていた花のように、強く上を向くために愛を探して、知り出した自分をまた好きになった。1曲目大ごけしましたけれども、ひまわりというオリジナル曲をお届けさせていただきました。ありがとうございます。5曲ほどで、ね、お届けしますので、どうか皆さん、ちょっと休み耳休みな形で聞いとってもらったら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
君の方へ。唐突に始まりました。もうちょっと自分のオリジナル曲なんですけど、君の方へという曲ですね。大好きすぎて駆け出しちゃうよみたいな曲なんです。こんなおっさんが歌っても全然可愛くないんですけど、よかったら楽しんでください。よろしくお願いいたします。君の方へ。今日は暖かいですね皆さん。暖かいついでに、暖かいついでにですか、大きな手拍子。新しい靴で飛び出した、君の家まで二駅ほど。どうしようもなく高ぶる気持ち、目を閉じれば聞こえてくる声。昨日繋いでたっても、今となっちゃうと手持ち無沙汰。気がついたら君の声がする。ほほえ夢に立って、会いたい気持ち変わりはない。ずっとこうやって思ってる時が何より幸せだって、最高だって。僕の気持ち変わりはない。君のそばにいたい。ありがとうございます。大きな手拍子ありがとうございます、ね、ちょっと手が痛くなってくると思うんですけど、盛り上がる曲はここまでなので、頑張って楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとう、大きな手拍子。また寝てて、おふくてたけど、いつだって会えるそう信じて。帰りの電車、メール見返すタイミングバッチリ、君のメール。そんな何気ない言葉もまた僕の心が震える。ハートマーク、雪の下で足の日だって、駆けつける距離に変わりはない。ずっとこうやって思ってる時が何より楽しいって、最高だって。僕の気持ちは止められない。君の笑顔を見たい。 ありがとうございます。めちゃくちゃ暖かいね今日ね。暖かすぎてもうなんかね、めっちゃ汗かいてるんですよね。すいません、ちょっとギトギトの動きしますけど、最後まで楽しんでください。気の持つだけで立てなおて、まだ残るぬくもり求めて。気がついたら君の声がする方へ。何にも持たず振り返らず、ただまっすぐ駆け出していた。雨の下って風邪吹いたって、あ、そういうの好きですよ、そういうの好きです。痛い気持ちに変わりはない。ずっとこうやって思ってる時が何より幸せだって。ありがとう、最高だって。僕の気持ちは止めない。ずっと君を思っているの、幸せにしたい。今すぐ会いたい。僕の気持ちは止めない。君のそばにいたい。君を抱きしめてたい。君のそばにいたい。ありがとうございます。大きな手拍子ありがとうございます。こんな手拍子ありがとうございます。もうね、出る瞬間まで全然あのテンションが上がらなかったんですけど、出た瞬間にめちゃくちゃ上がりました。ありがとう、ありがとうございます。シンガーソングライターの大塚です。よろしくお願いします。今日はね、ゆうりちゃんのね、バースデーということでですね、本人の誕生日が明日なんで、なんで前日に起きなきゃいけないんだって気持ちもまあちょっとだけあるんですけれども、はい、まあね、すごく仲がいい友達なんでね、はい、言ってますね。ゆうりちゃん誕生日おめでとう。あ、おるね、そっち、あ、そっちのおるね。あ、ありがとうございます。前日なのにすいません、こんなの全部ね顔見つらして申し訳ない。はい、今日は皆さんのためにね、ゆうりちゃんのために
たっぷり30分お届けしていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。お月様です。次の曲はですね、そんなゆりちゃんに向けてではないんですけども、早くお前結婚しろよという緊張を込めてですね、まあ、あれなんですよ、2、3年前ぐらいに友達の結婚式の時に書いた曲があるんですけど、全然新曲とか最近出してなかったんで、まあ、今日歌おうかなと思いまして、ちょっとその曲をちょっと今日持ってきたんですけど、歌わせてもらっていいですか。全然意味が関係ないんですけどね、はい、ゆりちゃんが早く結婚できるんで、見て、はい。そんな歌をお届けさせていただきます。それではちょっと大切な、僕がずっと歌い続けている大切な曲2曲、ちょっとお届けさせていただきます。よろしくお願いします。
リリースしようと思ってライブでしか歌ってない、曲です。ありがとうございます。ウェディングという曲をお届けします。この曲はですね、二人三脚という曲です。僕の曲の中でも本当にずっと大事に歌っている曲ですね。出会えてよかったという気持ちを込めて書きました。
もこの場所に立たせていただいております。もっともっとこの先ね、いろんな方と出会えるように、この曲をお届けしていきたいなと思いますので、またぜひ見かけたら、どこかで見かけたら、路上ライブとか行ってますんで、どこか見かけたらぜひ、さっきに会って声かけてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。シンガーソングライターのおつきさんでした。ありがとうございます。今日もと見せかけて、いい曲をお届けして忘れてた、もうこの曲でもう帰ろうかなと思ってましたけど、最後皆さんお盛り上がれます、まだ、ね、この後まだまだ続くんで、まあ、ここで体力使い切ったあとなんかシーンでも全然僕は問題ないんですけれども、一応この後にアノエリカっていうね、あのすごい仲いい子が出るんで、まあその辺の体力も温存しつつ、僕の曲でも最後盛り上がっていってください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。最後ロックかよ、ごちっと思いますよね。ごめんなさい、ごめんなさい、最後スタイルという曲をお届けしておりますんで、どういうのだったら皆さん、手拍子とか、なんかこういうのとか、まあ、手が空いたらできるとです。手が空いたらできるとですね、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。その見た目が二人の心が今日の終わりを迎える、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。シンガーソングライターのおつきさん、ありがとう。バイバイ。